くなりたくて歩いてきたんだ。大好きだからここまで来れたんだ。いつかあの人に勝てる日が来るのかな。いつかあの場所に行ける日が来るのかな。プロになって師匠と出会って恋に落ちる本を読んだんだ。私はあと何は進んだらあなたに会えるの。どうしたらもっと強くなれる。どうしたらずっとそばにいれる。ねえ教えてほしいの。私の王子様もっともっと強くなるから、きっとずっと前を向いて応援してくれる誰かのために、もっともっと輝くために一歩一歩進もうよ。私の愛する麻雀は人生だから。高校留年、大学浪人、大学中退、何度も挫折してさ、それでもいつも乗り越えてきたんだ。目の前の壁はそんなに高くないよ。何度だってチャレンジできるし、不意にしちゃう必要はないの。私はまた何度でも灰を積もり続けるよ。まだまだやれることはあるはず。私は私の道を行くよ。これからも見ていてね。私の王子様もっともっと強くなるから、きっとずっと前を向いて、誰のためじゃない自分のために、もっともっと笑えるように一歩一歩進もうよ。私は愛する麻雀が一番なの。ほんの少し前までの私、仕事という鬱が友達で、私はあと何回泣いたら明日を迎えられるのって。そんな毎日を変えてくれたのは麻雀と多分きっと。私の王子様もっともっと強くなるから、きっとずっと前を向いてそばにくれるあなたのために、もっともっと輝くために一歩一歩進もうよ。私の